はい、クラチャンネルです。今日は山陽の方がちょっと雨みたいなので山陰に逃げてきました。今日は海釣りだ。スタート。おー、はい、あんなに入ってもダメな。ダメなんだ。釣りなさい。おおケイリーのインチグラフで釣りました。綺麗じゃない。うん、綺麗だね。やったね。あ、スイミングで来るの。ありがとうございます。ゆっくりですか。ゆっくりでしたい。どれぐらいゆっくり投げる。これぐらいのリリックスでいいですか。ゆっくり。まだゆっくりですか。そこつくんじゃないの。鼻かい、鼻かい、乗った。同じ。イエイ。もうちょっと大きいのいないのかな。簡単に釣れたね。30センチぐらいあるよね。第1回。どっちが魚を釣るのが早いか勝負。投げてない。私投げてない。そんな考えよ。待て、クラちちょっとちっちゃすぎてダメやないこれ。魚の大きさはね。釣りしてなかった。イエーイ、俺の勝ち。うん、バイバイ。ホール中だった。メンディングですよ、メンディング。要はラインコントロールですよ。アワビ。え？中身来てんのこれ。来てないや。中身おる。取って。あ、タコじゃ。タコ。タコが加えて入ったの。そうじゃね。え、
すごいじゃん。すごいね。すごいじゃんこれ。これ逆転優勝じゃないこれ。何逆転？一発逆転なんじゃないこれ。タコがいますよ。タコさん映ってる？タコ出てくるやろ。どっかこの石も加えていっとるじゃん。こいつ。あ、石ごと吸盤に。うん。離して。わあ、すっげえめっちゃ新鮮。めっちゃ新鮮なタコ。あ、目が見えた。出てくるんじゃない？ドキュア。わあ、出てきた。出てきた。出てきた。タコ出てきた。それおうち、おうちなの。それわかんない。いやごめんごめんごめん。わわわ。お家も大変。あ、泳いでる泳いでる。すごい。タコすごい。タコすごい。釣れた。釣れた。釣れた。イエーイ。ちょっと大きくなった。フォール中に来るもん。イエーイ。天才。誰でも釣れるち。いや乗った。イエーイ。どりゃーなんぼでも釣れる。なんぼでも釣れるけど全部同じサイズ。いや、青旗の幼魚。青旗みんなすげえな。瞬時に答えてくれる。距離の問題。こうやってカーボールさえしとったらパンって当たるか、次動かしたら食っとるか。爆鳥ですな。でもタコとアコ一匹ずつだろ。爆鳥じゃねえじゃん。まあ俺がうまいっちゅうことよ。竿を変えてみる。竿問題かも。竿チェンジ。すごい。ゴミ落として渡してくれる。竿じゃないってこと見せようか。腕っていうところ。あ、ただラインのポンド数がちょっと違う。竿よりもそっちじゃない。あ、飛ばねえ。ラインの太さだと思うけどな。ああ、飛距離関係あるね。だいぶ飛距離が落ちる。竿かラインっぽいね。多分ラインのポンド数がちょっと違う。飛距離が違うもんね。キャッ。
あ、今の絶対違う。でも魚違う魚じゃん、当たりが違うもんだって。もうワーム多分かじられとるよ。もう当たらんよ。あれ、腕、あら、それは困った。いやー、やられた。あ、やられた。イモグラブじゃ食わんかな。イエーイ。おれんが天才。いや、俺が天才。竿の問題ではないってことですね、これね。まあ、イモグラブでも釣れるっちゅうことね。テールもいらねえって。テールなくても釣っちゃうっていう。あたす。教えようか、釣り方。旗を釣るんじゃなくて、魚の釣り方を教えていこうか。まあ、オレンがうまいってことが分かったや。ね、視聴者さんも多分それは感じ取っとると思う。まあ、もともと感じはそうだと思っとったと思うけどね。編集的にね、その、クミさんがうまいように書いとるけども、本当にうまいのは俺っていう。先端に来たらどうなるでしょうか。あ、じゃあ流れが入っ、おお、なんか、おお、なんかでかいような感じが。ちっこ。なんだ、ホール中じゃなかった？ホール中だった。うん、ホールの方が来るよ多分。でっかいアジでも釣れてくれるといいんだけど。いないのかな。初めて来たところだけわからんよね。こういう釣りもいいね、たまには。おお、沈んだ。おお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 サバか、アジよ。アジ、そうなん、腕じゃね。うん、当たってんね。なんかさっきよりちっちゃくなったような気がする。さっき浮き沈めたもん。当たってんね。食ってんね、もう。食ってるけど、これ多分さっきよりちっちゃいよ。うん。近くで釣るやつと一緒じゃん、これじゃ。いやいや、違う違う。アジ、アジ。アジじゃけど、そこで釣れるやつじゃん、それ。これ。アジが、そう、サバ、アジ。この辺か。この辺どうだ。サバ、小アジ、大アジ。大きいアジなら持って帰るのにな。お。
同じですね、魚は大きさが変わりませんな。一番最初のがやった、一番最初が一番でかかったね。おお、沈んだ、上がってこん、大きいのか、大きいか、どうなんだ、一匹ついてる、あんま大きくない、アジです、ちょっといいんじゃない、ね、お、なんかかっこよかった今魚が違うか、おなんか引きが違うんじゃない、何それ、何それ、釣れたー釣れてたかな、おっそいつか サイズちょっとちっちゃくなったんだけど、あでも同じぐらいか、違う、2匹だっただけ1個大きいじゃん、お祭り騒ぎじゃけど、うん